ジョンブちゃん、今日はどこに来てるの？あ、店内に入ってみたいと思います。蕎麦屋さんに来てるのかな？鳥のオブジェがあります。ジョンブちゃんはかき揚げ蕎麦を頼みました。お客様がいてね、ちょっと控えめのようですよ。だからちょっとね、無口になってますよ。どう？美味しい？また顔がおっさんになってるよ。どうだい？美味しいの？美味しい？わー、あら、キリン食べたね。ちなみにここは本能にあるうどんそばのゆうちゃんです。ゆうちゃんの店内には昭和の懐かしいおもちゃとかレコードとかたくさん飾られてます。タイムスリップしたような気分になりますよ。店主はね、ビートルズが大好きらしいんだよ。懐かしいものがいっぱいあって楽しいな。ビートルズやらアニメやら懐かしいアイドルやら、壁には懐かしいアニメのお面がいっぱい。すごいな。店主のゆうちゃんもいい人だったよ。行ってみよう。今回もご視聴ありがとう。ジャンプちゃん応援よろしく。チャンネル登録してね。